どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、切手のない贈り物、財津和夫さんのこのもう日本人であれば知っているというような感じのね、もう本当になんかこう国民の歌みたいな、もうそこまでのレベルに達していると思うんですけどね、この曲。はい、ウクレレぴったりですよ。思いっきり歌っていきましょう。この曲はですね、過去に一回ガズレレで取り上げてるんですけど、今回ね、さらにかっこよく、さらにわかりやすく、さらに簡単になって、2021年バージョンとしてお届けしたいと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、シンプル簡単バージョン。こっちは入門コード4つでできるようにしてます。やったー。これはね、ウクレレ始めたばっかの初心者様でもできるバージョンにしてますんでね、やってみてください。はい、後半はですね、かっこいいリズムとちょっとコードも加わってですね、ちょっとやっぱりこの、リズム感、躍動感ある感じで、かっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいんだけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器にチャレンジしたんだけど、ガスタ挫折しましたとか、私不器用なんでね、楽器無理だと思いますとか、いいなーって思ってた方々、そんなもう全然音楽に縁がなかった方でもね、どんどんウクレレ弾いて歌って弾き語りができるというプログラムがあるんです。このプログラムを見て全世界中の方がガズレレ YouTube で、ね、ウクレレで音楽始めてますよ。もう何万人にもね増えてますからね。でもうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触っているだけ、これですぐ覚えられるようになります。 YouTube 動画なんですね、無料ですからね。今すぐ始めましょう。こちらです。いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。もういろんな曲あるんで、これから音楽で聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やってまいりましょう。切手のない贈り物、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。私からあなたへこの歌を届けよう。広い世界にたった一人の私の好きなあなたへ、年老いたあなたへI'm not afraid.
贈り物をガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これずっとこのね1番のまあこのコード進行でも繰り返していくとく、このねずっと繰り返すことで、まあ、頭の中にすごいメロディーも残るし、歌もすごくこう歌いやすいし、シンプルだからこそできるこのね、感じ、ぜひ皆さん思い切り歌っていってください。今の一応ねフルコーラスなんですよ。もう最初から最後まで全部取り上げてます。この曲はですね、この一つのコードのね周りだけ覚えちゃうと、歌詞を変えていくだけでずっとできるというパターンになってますんで、これ初心者の人にも取り組みやすいと思います。思い切り歌っていきましょう。で、今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube と一緒にが動画にね YouTube 動画と合わせても何回も練習してくださいね。まずそれ合わせられるまでちょっとやっていただください。で、合わせられるようになった方はおめでとうございます。その次のステップがね実はあるんですよ。次のステップは何かというと、YouTube と一緒じゃなくて皆さんお一人だけで自分だけでこうリズムとねメロディを生み出してやってみてください。その時にやっぱ最初のうちはですね楽譜が必要かなと思うんですけど、楽譜はいずれね曲を覚えちゃったら楽譜いらないと思うんですけど、最初楽譜をどうやって用意しようかということなんですけど、今これ見てもらう、これねノートにガズが書いて、これを見ながら今も演奏したんですけど、もうちょっとしたらこれ画面に映してこんな感じで書くのはどうですかっていうふうにシェアするんですけど、今このサービス始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の切手のない贈り物を含む今までガズがもう書いて書きまくってきた、ノート楽譜もう膨大な数があるんですけど、そこから毎月5曲自分がやってみたいな、この曲挑戦してみたいなという曲をお選びいただいて、即座にダウンロードしてすぐ練習できるというね、そういう画期的なサービスがあるんです。もうこのメンバーですね1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてねこのガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですねアプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですねあともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですねもうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ、大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですねガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、でガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういうふうに分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そしてこれ、幻冬舎大学とガズレレコラボの、講座の募集が始まりました。ちょっとこの辺のこと、概要欄に貼っときますんで、これもねなかなか面白い企画です。幻冬舎です、出版社の幻冬舎さん、これでですねなんかこう、あ、今まで音楽を知らなかった方が、まあ、知ってくれるきっかけになればなというふうに思って、この新しい講座を始めますんで、見逃せません。こちらもチェックよろしくお願いします。2021年改訂版の切手のない贈り物、財津和夫さん。はい、楽譜見ていきましょう。まずイントロなんですけど、ここ見てください。くるっと囲ってあって、ここに C7Am なんたら、これよくわかんない書いてあるけど、これがくるっと囲ってあるやつは後半やるかっこいいバージョンでやりますよということです。ここはだから一個ずつコードが変わるってことですね。ワンブロックに4つってこと。はい。で、あとここにフレーズとか書いてあるんですね。かっこいいバージョンでここにフレーズ入りますよということです。止まるとか。こういうのはね、テロップに書いてあるんで、ご参考にしてください。で、この2行あるじゃないですか。はい。1番、2番のこの1。この2行覚えちゃったら、もうこの曲マスターできたようなもんで、繰り返しなんですよ。はい。コードはね、こう、シンプル簡単バージョンと下のバージョン、これ、簡単バージョンとかっこいいバージョン結構差があるんで、その辺がね、この楽譜で見るとわかると思うんですけど、はい、これ、これ一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、先ほど紹介したガズクラブで、これ、楽譜ゲットしていただくのも、これも最高だと思います。はい、とりあえず、楽譜を用意しましょう。はい、こんな感じです。ここ感想入ってきますね。ここ感想が。はい。この上の段とこのコードの違い注目してくださいと。で、3番と4番これやって、で、ここ見てもらうと分かるんですけど、4番終わったとこ、1番へ戻るんですよね。はい、ここ。そうすると、ここに戻るってことになるんですけど、これね、財津和夫さんの音源だと、ここで転調といって、
キーがちょっと変わるんですけど、そこはもうガズレレですからウクレレ練習用簡単アレンジとして、転調なしのバージョンでいきました。でここ 1番に戻ってきたら、今度はラスト一番最後ここね、ここ繰り返して、私の好きなあなたを2回繰り返して、ここまたあのイントロみたいな感じで感想というかエンディングをやって終わったというのがガズレレアレンジでございます。出てくるコード見ていきましょう。見てこれですよ、今やったシンプル簡単バージョン、これ入門コード4つです。C と Am と F と G7。これはですね、皆さん、ウクレレ始めた人がもうその当日に思える入門コードでできちゃうんでね、この曲でウクレレデビューめっちゃおすすめです。はい。で、この4つなんですけど、ちょっとね、ついでと言っちゃなんですけど、この後半やるかっこいいバージョンではこの3つのコードが追加されます。そして、この赤く囲ってるやつはちょっとね、後で特別に、解説するんですけど、今映ってるこの C7 と E7 というコードも、入門コードのグループなんですよね。今日はだから入門コードこれ6個で、かっこいいバージョンまで含めてできる。あと、プラス1ですけど。今映ってるこの6個のコードはですね、これ入門コードのグループなんです。これです。ドン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思っているような、そう、初心者の方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあるのかと思うかもしれませんが、入門コードですから、1個ずつ見たらめちゃ簡単コードなんですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、さすがに頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、ここに貼っておきます。ここでまあコード覚えちゃうのおすすめなんですけど、今日はね、もうほんと超絶入門コード4つで、今のシンプル簡単バージョンをやったんですけど、これからね、いろんな音楽やっていく上でコードはね、ほんと覚えていかなきゃいけなくて、まずこの10個の基本のガズレレ必須コード最優先で覚えていただければと思って、今回ここにご紹介させていただいております。はい。そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、ちょっとその前にですね、一応ここでいつもお伝えしたいのは、今のこう4つ引きでですね、歌をね、しっかりこう、マスターする。これ細かく聞くと言葉のタイミングと結構ね、財津和夫さんの歌だとこうタイミングすごくこう、ささっと入るところとかちょっと伸びるところとか、よく聞くとあるんですけど、まあ、この曲に関してはそんなにね、そこを再現しなくてもいいかなとは思うんですけど、まあ、歌の流れはね、しっかり4つ引きで把握してからかっこいいバージョンに入っていった方がいいかなというふうに思います。じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。はい。先ほどかっこいいバージョンで、コードがね、もう一個紹介したいコードが出てくるんですけど、C の AUG、これね、C オーギュメントと呼びます。押さえる場所ね、こことですね、ここなんですよ。4弦の1フレットと3弦、あ、じゃあね、4弦の1フレットと1弦の3フレット。こんな感じ、小指でもいいですけど、まあまあ、ここです。響きとしては、こんな響きになる。これね、どこで出てくるかっていうと、これ、ワンブロック4つのイントロちょっとやってみますね。コード見てください。いきますよ。でん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 。はい、最後の1回。これ。ちょっと不思議な響き。これ、この1個だけで聞くとね、ちょっとなんか、うんって感じだけど、流れの中で聞くとすごく気持ちがいいコードなんで、この C、A、U、G 使っていきましょう。A メロっていうか、その歌の中でもこのコード入ってきますからね。はい。C、A、U、G を使って、再現していきます。で、今日はね、このね、リズムがですね、この曲、ちょっとゆったりしている、なんか、リズムなんで、普通の8ビートみたいな疾走感ではないな、みたいな風に思ってたんですけど、いいリズムがあります。はい、これです。ドン。アイランドビートです。このアイランドビート、めちゃくちゃこの曲に合いますね。ちょっとこのアイランドビートの弾き方、ここにリンク貼っとくんですけど、このリンク先ちょっと行ってみてください。このリンク先からアイランドビートという、徹底解説動画も上がってます。ちょっとどんなリズムかやってみますと、ゆっくりですよ。ゆっくりやるとこんな感じ。どんどんこちゃっかと。なんかこうアイランドビートこう島っぽいっていうか南国っぽいね、ちょっとゆったりしたイメージがあるんですよ。ちょっとが跳ねてるようなイメージを持ってもらうのもいいと思うんですけど、この曲で最初から最後まで全部やろうかなというふうに思っています。ね、そうするとね、こんな感じです。私からあなたへたたかたかたこの歌、こんな感じ、このちょっとね緩い感じで再現するのウクレレにぴったりじゃないかなと。これね、アイランドビート、難しく聞こえるかもしれないですけど、さっきのね、徹底解説動画のところでもしっかり解説してますけど、このリズムものにするとですね、すっごい楽しくなるんで、ぜひこれを機にアイランドビートちょっとやってみてください。もちろんね、シンプル簡単バージョンみたいな4つ弾きでも十分かっこいいんだけど、さらにね、こう、ゆるさが表現されるかなというふうに思います。で、問題は、このアイランドビートで、ワンブロックコード4つの時どうするんだって話が出てくると思うんですけど、ちょっとそれ再現してみますと、広い世界にたった一人の私の、こんな感じ、ダンズク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 、
ここはチャを入れずに、チャーチャカチャーチャカというシンプルな感じで、クリアしていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、そして今回ですね、ちょっとフレーズを入れたい。これ結構ね、いいですよ。ちょっとやってみましょう。イントロでも入ってくるんで、イントロが全部やりますね。せーの、でん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 。今の分かった？ででででで。こんなようなイメージ。はい。これタブ譜というのを出します。これタブ譜。これ読み方わからない方、概要欄にね、リンク、URL のリンクを貼っとくんで、ちょっと見といてもらいたいんですけど、まず最初、もう全部弾いちゃっていいです。右手は、1弦から4弦まで。で、書いてある数字のところを押さえていきます。そうすると1弦の3、その次、何にも押さえないってことですね。はい、開放弦。その次、2弦の3。はい。その次も何にも押さえない、左。はい。いいですか。それでもう一回 C 弾く。はい。これで今のフレーズできるんですよ。これメロディーだけで弾くとこうなります。1弦の3、0、2弦の3、0、その次 C です。いきますよ。これ言われたい。このメロディーはもうだから全部弾いちゃうわけだから、そうするとこうなります。そう聞こえるでしょ、不思議なもんで。はい。こんなフレーズ。これを入れていきます。じゃあ、イントロからちょっともう一回で。でん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 はい。でん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 。私か。ここ止まるって書いてある。ここ止まるっていうところと、止まらないとこもありますんで、止まらないところは、でん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 じゃか、ちゃかちゃかみたいなアイランドビートと混ざる。でん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 じゃんじゃか、ちゃかちゃか。こんな感じでクリアしていこうかなと。このタブー譜よく見て、でん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 、簡単ですよ。指だけでいくと、1弦の30、2弦の30C、これだけです。これであのフレーズが再現できるとなると、これはちょっとね、気持ちがいいですよ。これうまくリズムにはまり込むとね、かっこいいんですけど、今日はですね、その元々のビートがアイランドビートでしょ。アイランドビートとこのフレーズ、この違うリズムがこう混ざった時に、リズムが乱れないように、これは要注意なんですけど、で、アイランドビートって気がつくとすごく速くなっちゃう感じがあるんで、ゆったりどっしりね、なるべくこうエンジンブレークをかけながら、こうゆったり気分でできるように、なるのがいいんじゃないかなと思います。はい。あとはですね、もうこの曲といったらもう歌詞ですよ。このメッセージソング、もう NHK のもうみんなで歌われている曲ですからね、もうシンプルにこうド直球に、語りかけるような、はい、そんなね、いろんな人を思い浮かべながら歌うのがキーポイントになると思います。それではやっていってみましょう。切手のない贈り物、ガズレレ流かっこいい場所、アイランドビートでやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ダン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 。So
さんの切手のない贈り物ガズレレリューかっこいいバージョンやっていました。この緩い感じだんだかたかたか、あのアイランドビートでやるっていうこのね、このや優しさっていうかね、このビートからも優しさが出るみたいな感じのアレンジ、いかがでしょうかね。これはい、これ本当あらゆる世代で歌えるんじゃないかなということで、またみんな会えるようになったらね、こういう曲でまた盛り上がりたいなぁなんて思っております。皆さん思いっきり歌っていきましょう。そして本日3月19日のお昼ちょうどからガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレとセミオーダー、はい、それぞれ予約注文販売の再開と販売が再開されております。ガズの初めてウクレレの方はもう即発送できますんで、ご興味ある方ここにリンク貼っておきますね。概要欄のところにも貼っておきますけど、ぜひぜひチェックしておいてください。先ほどもちょっとご案内したんですけど、この幻冬舎大学×ガズレレのこのオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだ、ねやってますんで、皆さんこれぜひチェックしておいてください。概要欄の方にもねリンク貼っておきます。そしてですね、はい、これ、このリッドミュージックから出てるこのガズの、赤、青、黄色みたいな信号機みたいなこの本の、この緑のバージョン、これがですね、実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって、4月14日に発売になります。なんですけど、これ現在、Amazon とか楽天とかその辺のオンライン書店をはじめ、いろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄の貼っておくんで、ちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズルの本がガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。